活動の様子まだ小国民という呼び方はされていない時期である。小国民は日中戦争から第二次世界大戦までの日本において15に位置する子供を指した語で年少の公国民という意味がある。これはドイツのヒトラーユ言ゲントで用いられたユンフォルクの訳語である。現在では死語である。第二本帝国憲法下の日本では国民開兵として 兵役の義務に服さねばならぬことになっていた。そのため、子供へも戦時の基礎教育が広く行われた。特に、長作林爆殺事件以後の、いわゆる軍国主義の時代においては、小学生は、小国民と呼ばれ、小学校でも基礎的な軍事訓練を受けるほか、戦争や軍隊への親近感を抱かせるような教育が行われた。教科書や読み物には、 軍艦や戦闘機や戦車が登場していた。1920年代生まれや1930年代生まれの世代が小国民と呼ばれたことになる。この後にこだわった著作を今も続ける作家、山中久志もその一人である。1942年2月、文化、教育、産業等様々な国民生活に対し、戦時統制が敷かれたが、いわゆる、 小学館の学年物学習雑誌に敷かれた統制が国民1年生から国民6年生を低学年向けの良い子の友と高学年向けの小国民の友に統合するというものであった。日本以外では軍政時代の大韓民国の国民学校用教科書も似たような軍国主義的な内容だったと言われている。ありがとうございます。